平井健は、日本のシンガーソングライター。大阪府生まれ三重県名張市育ち。身長183センチメートル。大阪府東大阪市で生まれ、2歳から高校卒業まで三重県名張市企業が丘で育つ。三重県立上野高校を卒業後上京し、横浜市立大学在学中から横浜市管内のライブハウスや新宿のライブハウス、 新宿21世紀専属の歌手などとして活動する。その傍ら、ソニーミュージックエンターテイメントオーディション93、ブレスに応募し、入選したのをきっかけに1993年より、ソニーレコードと契約。1995年に CD デビュー。1枚目のシングル、プレシャスジャンクは、フジテレビドラマ、王様のレストランのタイアップであったものの、 オリコン最高50位と振るわなかった。その後も目立ったヒット曲に恵まれず、一時期はシングルの出荷枚数が1万枚以下という時期さえあった。この間、地元 FM30 や福岡の番組でパーソナリティを務めたり、デビュー翌年にはオールナイト日本のジングルを担当していたこともあった。2000年、これが売れなければ、 契約打ち切りという排水の陣でリリースした8枚目のシングル楽園のテレビ CM が平井本人からの依頼を受けて同じ芸能事務所兼を図書族の江ス真紀子が出演していたことで問い合わせが殺到しスポーツ新聞、ワイドショーなどに大きく取り上げられたこの CM は他の地域に比べて平井の認知度が高かった北海道、福岡県限定で 同年1月18日から深夜帯に放送されていたものだったが、この反響により全国放送が決定し、また、FM 各局でも楽曲が注目されて大ヒット。アーティストとして遅咲きではあったが、この楽園におけるレコード会社のマーケティング戦略の成功で高まった注目度を追い風にして、以後ヒット曲を多数リリースしている。2004年にリリースしたシングル、 瞳を閉じて、などのヒットもあり、4作のアルバムがミリオンセラーを記録した。これは男性ソロアーティストとしては歴代1位の記録である。なお、オリコン年間ランキングでシングル、アルバムともに1位になったアーティストは、光源氏ドリームズ・カム・トゥルー、宇多田光カ嵐、ミスター・チルドレン、グレイの6組と平井だけである。2001年に、 第30回ベストドレッサー賞受賞。2005年にはデビュー10周年を記念し、初の写真集、歌ばかり時代を学研より10万部限定で発売している。CD シングル、配信限定シングルオリジナルアルバムカバーアルバム、コンピレーションアルバム出演順は、出演順、出場者数を表す。ケンズバーとは、通常のコンサートとは異なり、 バーのマスターに噴する平井が選曲した BGM をバックにお酒や食事をしながら生演奏とトークを楽しんでもらうという大人の空間を演出したコンセプトライブである。特徴としては積極的に他のアーティストのカバーが行われる点である。基本的には古今東西男女を問わず本人が歌いたい楽曲やお気に入りの楽曲、リスナーへ紹介したい楽曲が中心だが、 リクエストを募った年もある。第1回公演は7枚目のシングルラブラブラブが発売された1998年5月29日に当時新宿区大久保にあったアンター大久保プラスにて観客50名で開催されその後半年にわたり月1から2回のペースで行われた。当時6枚のシングルをリリースしながらいずれもヒットには つながらず、歌う機会を失いつつあった平井が、苦肉の作として行ったライブであった。これ以降、平井のライフワークと位置づけられ、単発公演、全国ツアー、ファンクラブ限定イベントなど、様々な形で毎年欠かさず、行われている。会場は、当初は少人数スペースであったが、徐々に動員が増え、楽園でのブレーク以降は2005年12月の東京ドーム公演など、 開催規模が大きくなっていった。しかし、規模の大小に関わらず、必ずテーブル席が用意されて、ドリンクコーナーが設けられるなど、スタート時からのコンセプトは必ず加味している。ライブの模様は完全性中継や、衛星放送などで開催からほどなく、録画放送されることがある。また、ステージの模様が DVD などで、映像ソフト化されている公演もある。 2003年12月には開店5周年を記念して、平井ソングの原点とも言えるアーティストの楽曲をアコースティック形式でカバーしたコンセプトカバーアルバム、ケンズバーをリリース。同時に12、9から12、14の期間限定で、当時港区西麻布にあったダイニングバー、ベランダにケンズバー西麻布を開店。オープン前日のプレイイベントでは、 平井が80名の観客を前にケンズバー収録のラビン・ユーをはじめ敬語曲をアコースティック編成で披露した。その後、10周年にはケンズバーに、15周年にはケンズバー3をそれぞれリリース。20周年には記念して行われた東京公演とニューヨーク公演を全曲のカット完全収録したブルーレイ DVD をリリースしている。アルコールが絡む演出上。 2006年冬の名古屋公園では開催後に飲酒運転取締りの検問が実施されることが事前に公表された。運転の方はお酒でなく僕の歌声で寄ってくださいと平井健自らが観客に呼びかけるシーンもあった。なお違反者はゼロであったと後日スポーツ新聞に掲載されている。 ケンズバーではない通常のコンサート公演でも合間にミニケンズバーと題したコーナーが設けられることがある。これまでの公演一覧、ありがとうございます。